ドイツの国旗についてドイツの国旗は1990年以降のドイツ連邦共和国の国旗として黒赤金の三色旗であるこの色の由来は定説がないが杉浦忠雄によれば1813年のナポレオン戦争時のリュッツォギ遊軍の軍服とリュッツォギ遊軍の志願兵であったイエーナ大学の学生が1815年に結成したイエーナ・アブルシェンシャフトの旗印 制服の色に由来するとしている。また、神清志ローマ帝国の門にも由来するとされるが、気象学の立場はこの説を否定的に捉えている。フリードリヒルートビヒヤーンの演説によれば、黒、赤、金は名誉、自由、祖国を表し、ルートビヒベルク・ストレッサーによる1948年9月の演説によれば、統一と自由、と、 自由の中の統一の伝統を表現しているとされている。1848年革命、ドイツ3月革命、ではドイツ統一を求める自由主義者らが黒赤金の旗をシンボルとした。